先生に起こされました中等部3年水野結衣です。今日はどんどんもっと楽しんで緊張するっていうと緊張しちゃうので今日は緊張してないです。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。水野ほっぺかわいいね。かわいいね。何ほっぺは。いや今ほっぺ腫れてるんですよそうなんだ。それを書いちゃったんだ大丈夫。トマト君やりすぎて。でもやっぱこの前っていうか昨日今日なんですけど。何なんだよお前の話ちょっと早めに話しなさい。そうだよお前、はい。皮膚科に行ったんですよ。おうおうおう。で、なんでかっていうと肌が乾燥しちゃって周りにクリームがなくて、あのリップクリームを顔の周りに塗っちゃったらすっごいカサカサに乾燥しちゃって、それでもう昨日なんてなんか本当に顔踏んづけられたみたいなすっごい顔が腫れたしむくみで目も腫れてて、みんな言うじゃないみたいっていう顔になってたんですけど、だから今日皮膚科に行ってくる。なんじゃその話は。はい、水野答えどうぞ。じゃん、もしもし。もしもし。ありそうだよ。あ、実は正解でございます、なんでめちゃめちゃ驚いてる、ちょっとなんでなんでこれ、セオリー的に2人目正解しちゃダメだからね、ほんとに。そう、びっくり。他の2人書いたのにもう、めっちゃ。はい、なんだ、え、まさか、マジで、趣旨が違う。はい、中等部3年プロデュース委員長の水野結衣です。今日はっていうか昨日、モアとユイでモアはでんぐり返しをして、ユイは側転をしようっていう登場を考えたんですけど、はい、ちょっとどうでしたか聞いてください。はい、ゆいちゃんどうしたの。あの身長さ、40センチだったんですよ、前まで。誰と。あと、あやかちゃんとユイが身長さ、40センチだったんですけど、成長したので、なんと35センチになりました。わ、すごい。イエーイ。すごいけど、ゆうちゃん、なぜこのタイミングで。ね、あ、そうなんだ。ちょっと、ね、そうか、で、どれぐらいの期間で伸びたの。ゆいが、ゆいとモアが転入してからだから、8月です。8月から今までで5センチ伸びたってこと。はい、桜学院の中で、あやかちゃんが一番身長が高くて170センチあるんですね。で、ゆいちゃんがそれで40センチあったんだよね、身長差が。え、じゃあゆいちゃん今いくつ。今は135センチ。135センチですか。はい、5センチ伸びたんだよね。じゃこのままのペースでいったらすごいことになるね。どれぐらい行きたい、ゆいちゃん。あやかちゃんを目指して170センチ行きたい。こんにちは。なってた。今見てなかった、嘘。はい、中等部3年プロデュース委員長の水野結衣です。今日も楽しんでいってください。よろしくお願いします。水野ゆいちゃん、ハムスターのように駆け回るのをやめた方がいいとのことなんですが、ハムスターみたいに駆け回るってどんな感じなの、いつも。なんか普通にカバン持ってこうやってこうやりながら歩いてます。でキャッ、それは違うの。いや、それ注意しろ、それ注意しろ、成長するから。さすがに、はい、見ました、これですよ。はいっつって、これ今ピョンと飛びましたね。わー、もう100点が続きますな。こんばんは、中等部3年プロデュース委員長の水野結衣です。今日は最後なので、結衣たん頑張っちゃうよ、よろしくね。胸キュンセリフ対決、まずは桜学院水野結衣ちゃんが挑戦。お題は急に雨が、その時男友達が傘を差し出してくれた、そこで一言。じゃあ行きましょうか。じゃあカメラこれね。誘拐されるカメラ。カメラ目線でいいよ。すみません。いえ、どうも。優勝。それではまず用意スタート。あ、よかった、これ傘入って。濡れちゃうよ。一緒に入ろう。おお。俺今日この収録終わったぐらいにもう仏門に入っちゃうかもしれない。パパ
さあこの中に3人もこれが分からなかった方がいます。まず1人目水野。水野の答えこちら。パフ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 。ニュアンスは伝わるよこれ。何これ。お前ちのお前ちの畑がパフパフするな。ピンクの感じでね、なんか似合うけれどもね。さあそうですよ、漢字はね普通に分かってました。水野の答えこちらです。ザン福田さん。福田さん、私の一万円札には福田さんというおじさんが書かれています。誰ですか福田さんとは。いやなんか福っていうのは分かったんですよ。福田秀吉の福だけ見えるの。小東部5年生の水野ゆいです。もし生まれ変わったら人魚か妖精になりたいです。あとダンスも歌ももっともっとたくさん練習して、桜学院のことを皆さんがたくさん覚えてもらえるように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。もう言ってください。どうぞ。え、何？はい、モアとユイの略語。いや、なんでフィンランドで、なんでフィンランドでお前らモアとユイの略語が、今できました。作らん、ユイが作った。モイモイ、かわいいじゃん。良くない？だって水野はなんか運動神経ありそうだし、しーちゃん中二かし、大丈夫か、大丈夫だよ、ほらしーちゃん頑張れ。水野ここじゃない、ここないここだ。じゃあ水野ちょっと気合を入れてやれ、言ってやれ。白井に発神経すっごい高いからね。反則飛び飛び何やお前、なんかさ感謝神経やけど言葉がついててない。はい、ゆいは、ちょっとプチ自慢みたいな感じなんですけど、プチ自慢、プチ自慢、うん、ほっぺたがすごいプニプニしてるんですよ。でメンバーとかにもよく触られたりしてて、で聞いちゃった。 Who is your favorite singer? Ariana Grande。 Oh, mine too. Can you sing any part of any Ariana Grande songs for us?3人はこの音楽活動するまではそういうメタルとか知らなかったわけでしょ、うん、はい、だから普段はこんな格好だってしないわけでしょ。だってアイドルとかだったら分かりますよ、普通にこう憧れてなるとか、うん、もうなかなかこんな可愛いメタル見たことないですもん、はい、こんなにトゲトゲつけない、危ないよ、こんなん家ではつけないでしょ。つけないです。つけない。家じゃつけない。怒られる。つけてるって言わなきゃ。3人とも記憶ないの。はい、記憶ない。同じタイプの人間が集まったんだ、集中。ゆいちゃんあるでしょ、本当は記憶。ゆいちゃんあるでしょ、記憶あるでしょ。あります、あります。あれあるの。あります。あるんかい。ゆいちゃんはあるの。記憶ないの。あ、違うない。すごい素直に言い出したと思って、なんでカミングアウトしちゃったんだろうと思って。でもね、でも私が本当に知りたいのは